漁師の宝田です。今回はですね、日本で頑張っている外国人の方にですね、お話を聞きながら髪の毛をやっていこうかなという企画になっております。僕のね、一番好きなテレビ番組で You は何しに日本へっていうね、番組があるんですけど、それね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、外国人が日本に来て何するのっていうね、そういうね、テレビ番組なんですけど、今回ですね、それに似たような感じで外国人のモデルさんに来ていただいて、日本でね、どういうことをやってるのかっていうのをね、お伺いしながらですね、海外でのお話とか暮らしぶり聞いていこうかなと思います。少しね、カット動画とはまたちょっと違うテイストになってるんですけども、最後まで見ていただけると嬉しく思います。絶賛ね、発売中の髪の毛切る専用のね、ハサミまた発売しております。ぜひね、そちらも手に取っていただけると嬉しく思います。Amazon で販売します。それでは実践の方行ってみましょう。Go! Hi, nice to meet you. Nice to meet you. How long stay in Japan? I just came in September. Oh. But it's actually my fifth time already. Okay. Do you speak in Japanese? Yes, yes. I speak Japanese, yeah. Okay. ということで、日本語でやっていただきましょう。はい。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前はどうですか？ダリアと言います。ダリアさんね。日本滞在はどれぐらいですか？日本は来たばっかりなんですよ。9月に来て9月に来て、まあ2ヶ月。そうですね。あ、でも1年ぐらいいるっていう感じで。1年間いますか？へえ。日本語はどうやってこんな上手なんですか？日本語はもう10年前から勉強してきて頑張ってきました。お家で？そうです、そうです。それと日本で留学もしたり、うん、ワーホリもしたことあります。あ、そうなのね。ちょっと日本歴も長いかな。まあ今日ね、事前に髪の毛のね、お悩み聞こうかなと思ってるんですけど。はい。色がちょっともう結構嫌になって、なんかどうしても赤目が出ちゃうんですよね。今の色も赤っぽいですか？ちょっと赤っぽくないですか？なんか、うん、日本でカラーリングされました？はい、本当は結構最近行ってきたんですよ、うん、あ、そうなんですか？最近は9月頭ぐらい。9月頭ぐらい、うん、その時赤み取ってもらったんですよ、うんうん、でもなんかすぐ戻ってきて。ちなみにポーランドのカラー剤でヘアカラーする時はあんまり赤みが出なかったですか？ポーランドの時はいろんな色を入れてたんですよ。こういう地毛っぽくじゃなくて金髪にしたり赤にしたりしてたんですけど、うん、今ちょっと自然的にしたくて。もうちょっとナチュラルブラウンな感じで。そうですね、伸びてもこうなんか違和感感じない色がいいので、うん、ブラウンの方がいいかなと思いました。そうですね、根元今見えた感じ、こう暗いところ、ここから急に明るくなってると思うんですけど、はいはい、今回は根元の地毛のところに合わせてちょっとトーンダウンさせましょう。はい、全体的にもうちょっとこう色味でトーンダウンする感じで、まあ、ネイビー系、グレージュっぽい柔らかい色味、赤み消していきましょう。これがバージンも真っ黒に染めた時、こっちが真っ白に染めた時、うん、なんでこの中間ぐらいに位置づくかなと思うんですけど。そうですね、イメージ的にはこういうちょっとナチュラルな感じがいいかなと思いますけど、うん、似合うと思います。いきます。うん、可愛いと思います。こっちでいきましょう。はい、うん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。楽しみ。塗っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ドキドキしますね。しかも海外でね。ポーランドどの辺に住んでたんですか？ポーランドの南の方にあるクラクフっていう町なんですけど。クラクフ。クラクフ、山が近いところですね。なんかポーランドは南の方は山があって、うん、北の方は海って感じ。結構こう別になってるんですね。日本はもう全部一緒、っていうところ多いですよね、うん、はい、それすごいいいなと思います。日本来てポーランドじゃ見れない景色なんで。日本人は割とポーランドとか北欧とか、はい、ヨーロッパとか憧れがあるんですよね。結構やっぱヨーロッパの人は日本に憧れとかあるんですか？はい、日本、そうですね、なんか行ってみたいって人増えてますね、だんだん。あ、そうですか。アジアなかなか行く人なんか珍しいですよね。日本行ってきましたとかあんまりいないので。ヨーロッパ以内だと結構いろんなところ回ってるので、うんうん、だいたい旅行するときとかは、まあ、ヨーロッパいないですね、基本的には。日本に今留学中と。そうです、いうことで、ワーキングホリデー中。あ、留学です、ね、留学中。ワーキングホリデーもしてきたんですけど、ワーキングホリデーってあれですよ、もう人生1回だけなので。え、そうなんですか？もうできないんですよ。1回だけ日本。いや、他の国だったら行けるんですけど、一つの国は1回だけっていうルールがあるんですね。あ、そうなんですか。で、日本のワーキングホリデーで来て、はい、楽しくて、はい、次また行きたいってなってきたって感じですか？そうですね、ずっと留学したくて。どっか海外は行かれたことあるんですか？今ロンドンに
1年間ぐらい。ロンドンすごいですね。ロンドンはいいとこですけどね。ロンドン私行ったことないです。あ、そうですか。逆に近いのに多分飛行機1時間ぐらい。ポーランドに、まあ、住んでて、はい、それは大学にとりあえず行くんですか。今なんかポーランドの大学普通に入ってて、うん、でそれでこっち今留学中なんですけど、うんうんうん、でもポーランドの大学通ってます。年齢を聞いても大丈夫ですか。はい。おいくつなんですか。23歳。23歳でこう親元を離れてチャレンジするってすごいじゃないですか。いやなんかこう立派な。いや、そんなことないですよ。ロンドンの時は何されてました。ちょうど25歳ぐらいの時にロンドンに行ったんですね、はい、昼間は英語の学校ですね、午前中。昼からは美容室でちょっと働いて。じゃあもうずっと前からされるんですね。そうですね、もう15年ぐらいやってるんで。すごい。ロンドンの人の髪の毛に似てるじゃないですか。ああ、似てるんですか。似てますね。うん、ロンドンも結構美容室好きな人多いですよ。ポーランドの国民料理って何ですか。はい、いろいろあって、うん、やっぱみんなピエロギが好きですね。ピエロギっていう料理があって。ピロシキではなくて。あ、なんか、あ、わかりますか。似てます。そっちは何ですかね。ロシアだったっけ。ロシアですね。うん、なんか多分似てる感じですかね。でもなんか多分ピエロシキより大きくて、なんか餃子に似てる感じ。餃子ってなんかお肉とか入れたりするんじゃないですか。はい。ピエロギだったらもう結構バラバラで、ね、フルーツとかも入れたりするんですよ。ナッツとかだって。揚げパンみたいな感じで揚げるんですかね。あ、ピエロギ。茹でますね。茹でるんだ。私もあんま作らないんですけど。ほうれん草ピエロギ大好きです。ほうれん草とチーズ、ホワイトチーズ混ぜて入れるんですけど、うん、それかフェタチーズとか。美味しいんです。美味しいですね。日本ってあんまチーズ ないですよね。ないですね。やっぱり全然違います。違いますね。濃厚な、うん、ヨーロッパ普通に売ってますし、安く買えるし。あ、そうですか。日本なんかあってもめちゃくちゃ高くないですか、チーズって。チーズ高いですね。あとフルーツもすごい日本高いなと思って。あ、そうですか。ヨーロッパめちゃくちゃ多分安いです。あ、そうなんですね。意外な。ヨーロッパの方がなんか一個一個高いイメージが。え、全然日本なんです、それは。高い。なんか日本しかもパッケージもなんか、うん、例えばリンゴも一個一個されてるんじゃないですか、うん、そのリンゴとか、うん、ヨーロッパもバーってリンゴ置いてあってよく見るやつね、バーって置いてあって。そうなんですよね、市場とか。へー、楽しいし。日本なんかすごいフルーツってなんか豪華なイメージが強いなと思ったんですよ、うん、ちょっと贅沢品っていうか、あんまりなかなか。イチゴとか。そうですよね、イチゴもなんか綺麗ですよね。なんか綺麗ですね。すごい、それなんかもう食べるもんなのかなって思うぐらい綺麗にされてるんですよ。ちなみに将来の夢とかあるんですか。将来の夢ですか。私今マーケティング大学で勉強してるんですけど、うん、なんか広告とかにすごい興味があって、うん、なんかそういう関係して仕事してきたらいいなと思いますけど、まだそんなにこれというわけで決まってるわけじゃないんですけど、できたら日本で就職したいなって思います。できるか。できる、できる。いやー、どうだろう。まず漢字を勉強しないといけないんですよ、私は。あ、漢字も本当に書けないので。多いですよね。頑張って書く練習も 何時間何週間何年しても、もうすぐ忘れちゃうんですよ、漢字。なんか書き方とかその順番とか。そうですね、もうずっと使わないと多分もう忘れちゃうんで。変換すると分かるんですか。その書くのは難しいけど、はい、スマホでこう変換。あ、それは大丈夫です。日常生活で困ることはもうほとんどないんですか、日本で。あるんですよ。なんかレストランのメニューとかって難しいと思う。あんまりこう普段使わない感じとか、うん、料理の名前とかに出るんで、それなんかこれ何ってなりますよ。確かにね。聞かないと分からないの多い。七面鳥とかなんだかこう書き方がね。そうなんですよ。最近困ってることとかあるんですか、日本の。オープンになったらいいなと思います。厳しくないですか。そうですね、マスクとかも厳しいし。厳しいですよね。今ポーランドも誰もマスクしないんですよ。あ、やっぱそうなんですか。全く。だから今年の1月ぐらいから、うん、もう全然してなくて、飲食店もしない、はい、あ、もうどこもどこも。だから病院ぐらいですね、そうなんですね。病院だったらしないといけないんですけど、うん、全然他メトロとかでも誰もしないし、コロナかかってももう普通に隔離とかもなくて、風邪みたいに、あ、じゃあこの薬飲んでくださいみたいな言われるぐらいになったんで。
じゃあ日本に来てびっくりですよね。みんなマスクしてるし、日本に来てなんか昔戻ったみたいな気分まだこれつけてるのみたいな。特に外はなんかきついなと思って。もう基本的にはやっぱりつけたくないんですか、ポーランドの人は。つけたくないです。花粉症のシーズンとかないですもんね。確かにそれも前から日本人の人はつけてたんですよね。そうなんです。ポーランド全くそういうのなくて、最初すごいみんな困ってたんですよ。マスクのつけ方すらわからない人とかも多くて鼻の下とかに、うん、つけたり。何これみたいな。うん、本当にそんな感じですよ。なんかその医者さんがつけるもの、あ、なるほどね、でしかないイメージなので。あ、楽しい。はい、最後ストレートアイロンでまっすぐ綺麗にして終わりなので、お願いします。はい、そんな感じで。じゃあちょっとゆっくりしといてください。はい、今日はメテオカラーっていうやつをやったんですよ。この色すごい好き。よかった。よかった、これが。よかった、これがずっと望んでた色でした。よかったよかった。これ私の髪すごい。なんかニックネームとかあるんですか。最近クッキーズってニックネーム自分でつけたんですけど、うん、なんでなんで。クッキーズはクッキーズ、クッキーが好きだからかわいい。とりあえずニックネームが欲しくて、うん、だってインスタもクッキーズですよね。そうです、そうです。ぜひぜひ皆さん見てください今モデル活動頑張ってるところなので。絶対なれるよね日本でモデルさんになりたいですか、それとも海外でモデルさんになりたい。日本ですね。日本で多分そのまま多分日本に残ることになると思うので。いやー、それだったらねテレビで見たいなテレビは出るか分かりませんけど頑張りますよ。うん、ちょっとヘアオイルつけます。はい、今日はね、部屋からだけということで、はい、はい、これで終わろうかなと思います。はい、ありがとうございます。嬉しい。綺麗ね、サラサラツヤがすごい。明日髪の毛洗うの悲しい。綺麗。いいと思います。ありがとうございます。あれ、こういう風に優しくね、解いてあげてください。うん、わかりました。嬉しい。そうそうなりましたはい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、あのベージュ系の、まあ、グレージュって言われるようなちょっと赤みの少ないあのベージュ系の色をやらせてもらいました。ツヤ感がすごい、いつまでも続くように。綺麗、今までで割と一番綺麗な状態になってる。綺麗綺麗、本当に綺麗すごい。喜んでもらえてよかったです。感動です。あ、よかったです。ありがとうございます。今日はね、クッキーズさんの協力していただいてるんですけど、概要欄にね、リンク貼ってるんで、インスタグラムとか YouTube とかやってあります。日本でね、モデル活動も頑張ってはるということで、皆さんで応援していただけるといいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもチェックしてください。もうほんまに美女です。はい、いやいや、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どう？いい感じ。まっすぐまっすぐ。どうかな？ヘアカットを家族の楽しい思い出にゆとり。